はい、どうも、おざます。こんにちは、すこばーす。かまくびと申します。怪将校軍3、パート3、3つながりですね。やっていきます。よろしくお願いします。さて。あ、遮断時間。時間内に電車の確保、急げ急げ。ドア閉まり、ドア閉まってる、閉まってる。駆け込み乗車しちゃいかんけど、駆け込みさせて。駆け込みさせてください。させん。ちょっと。入らせて。よーし、間に合った。危なー。でも、そこに留まっとけって言われたのに、ゆかちゃん行っちゃったね。んおヒムノックか。というわけだ。これは、電話してんのは桐崎かな？桐崎さんかな？存在しないはずの駅か。おう、桐崎さんや。ああ。先ほど鉄道会社に確認を取ったが、運行には異常はないらしい。こちら側ではな。なるほど。つまり、ゆか君は、物質や時間の干渉を一切受けず、異世界に取り込まれたわけか。そういうことになる。その都市伝説は、俺も聞いたことがある。氷室、もしかして彼女がいるその駅の名前は、キサレキと言うんじゃないだろうな。いや、確か月の宮だ。そして、片隅に移動している。根の片隅のことか。なんだそれは。古い文章に登場する異界のことだ。根の片隅、根の国。四つ平坂とも呼ばれる死の国さ。古来では神の力もそこから魔労働として来て帰っていくとされた。大地母神の神。この世と隔たってはいるが、行き来は可能な世界だ。行き来は可能か。それにもう一つ。片隅には片付けるという意味合いもあってな。状況を察するに、彼女がいる異世界は死後の世界に限りなく近い。これ以上の散策は死を招くぞ。そこは大丈夫だ。念を押してある。どうだ、金崎。今の段階で打開策はありそうか。今日は確か満月だったな。ある都市伝説では満月の日には異世界の門が開くと言われている。門が開いている時間は夕方から明け方までの数時間。まだ十分間に合う時間だ。まだ希望はありそうだな。ちゅうことは今からヒムロックはそこに向かおうとしてるってことか？一方その頃、ゆかちゃんは電車に乗っちゃったわけですけど、勢いで乗っちゃったけど大丈夫かな？いや、大丈夫じゃないでしょう。他の人たちは？じゃあ他の人たちを、なんかいる。あ、いた！ああ、交渉になってる。ああ、なんかいる。なにこの、ちょっと、顔がガチョウの、なにこれ ?1,2,3,4,5,6。あ、なんか、フィーネになってる。フィーネ、イタリーこれは、皆さん最近、ティッシュ箱、あれじゃないですか。紙じゃないわ。ビニールの袋に入ったやつになってません？うちの近所も最近それに変わりまして、ティッシュ箱のメモ性能は異常効果がなくなってしまったんですよね。なので、写真を撮らせていただきます。お、明るくなった。明るい元気になっちゃった。誰よ、こんだけ兵してんの。誰や兵したん、おい。いやなんかちょっと気持ち悪さ、あ、この、あーって可愛いらしい声してるけど、絶対ペチンって当たるんやろ。攻撃するんやろ。かんこの緑、これ誰や変身したんは、お前の。緑弁か、緑弁。また変身してるもん、これ。もう、ちょっと換気してくれませんか、この電車の中。ダメージ受けちゃった。ほら、もう高所になっちゃった。難しいな。ゴー！よし。まあ、多分時間経過したらまた、フィーネになるんやろな。プップールルって。ああ！デンジャーゾーンや。I will do the danger zone。あれ、待てよ、この色。ちょっと待って、よーく見ると、この色の変わりを何かに気づいた。俺は何かに気づいたぞ。よし、高所になった。これ、もしかして、その色通りに、そのさっきの数字と、色、その順番、さっき123だから、1234567なので、黄色、青、赤とか緑とかなってたもんな。よし、それ行こう。まず黄色ね。これ黄色ですよね。で、これが多分青なのかな。うわー、黄色、はっ、これが青だと信じたい。赤だ。赤。で、次緑になればいい。緑。緑だったら次で赤にする。これ青なんだよね。これ青なんだよね。大丈夫かな？黄色。ループから脱出する。いや、それは分かっとらんねん。黄色。青だな、これ青だな。で、赤でしょ。で、緑でしょ。またこれスタートだろ、これ。黄色、青、赤、緑。あ、わかった！赤でしょ？緑。黄色。どうですか？あれー？もう一回やり直しかな、これ。なんか進むかと思ったのに、もう一回黄色、青、赤、緑、戻ればよかった。ちょっともう一回やり直そう。黄色。これが多分青だ。青。赤、緑。で、この人黄色やから、赤、緑。おお、緑に乗った。なるほど、そういうことか。ちゃんと部屋を回れってことだったのか。でっかい。しかも、よく見たら、なんか鳥かなと思ったら、なんかちょうちんあんこみたいなやつやったし。いけたわ。嘘。みんなどこ行ったの？いやいや、どこ行ったのは、まあそうなんだけど、その前にって赤ちゃん、黒い赤ちゃんっぽい、子供っぽいのと、ちょうちんあんこみたいなのに、ちょっと動揺を隠せきれないのかな。もしかして、私だけ取り残されたんじゃ。お、電話来てるよ。そこから動かないで。私たちの指示を待って。遅い!もう移動しちゃったよ。残念。もう移動してますから、残念。待ちきれなかったきれ。一方、どうしたひなちゃん。受信時間が変ね。まさか、タイムラグが発生してる?ふん、なるほど。何かわかった?面白い結果が出ました。彼女が持つ GPS 機能。ありえない場所を示してますよ。おいおい、そんなの持たせてんのか?最初に起きたあの事件以降ね。もちろん本人の同意は得てるけど。こちらへ。ん?わかりますか?地図に表示されている赤い点が、現在彼女がいる位置です。これは池?しかもど真ん中だぜ?過去のデータを辿ってみると、さらに驚きの事実があります。え?これが1時間前。彼女が月の宮にいた時間帯です。どうなってんだこりゃ。待って、そういえば彼女、メールに各駅停車名を書いていたわ。月の宮、片須、木更木、闇、五所。これで繋がりましたね。池の数は5つ。駅の数も同じく。一体何を示しているのか。いやいやいや、待てよ。本当に池の中にいると思ってんのか?どうでしょうね。ただ。薄皮一枚に、絶対に交わらない。こちらとあちら側の境界線がある。お?移動したからか。移動している?バカだ!何を考えてんだ!まあ、それはね。でも、この、なんだっけ、木更木駅っていうお話を、が舞台って書いてるんだろうね、確か。どういう話だったのね。その元ネタがよくわからないからだけど。なんや、この、不穏な BGM の中に、この、なんや、このぼーっと、太陽を映す、この印は何よ。そしてめっちゃくちゃ駅がボロい!ひび割れし放題!もうこんなん現実の世界にあったらもう絶対そこ回収せえってなる。リフォームしなさいってなる。回収工事かけなさいってこれ、ボロボロ服やったよ。さて、あ、ちょっとセーブ。よし!何が入ってるんだろう?焦らない方がいいよ。ボロボロ。ああ、いけなかった。雨水が溜まっている。なんかすごいとこに来てしまったね。でもこれが木更木駅だったよね、確か。なんか、だんだん現実感がなくなってきた。眩しいぐらい赤い夕焼け。生暖かい空気。いけない。このままだとズルズル来そう。セーブ推奨。じゃあセーブしまーす。新設設計ありがとうございます。まあじゃあちょっと探索していきますか。なんでしょう。あなた移動したでしょ。それ以上は危険だからおとなしくしてて。心配しなくても大丈夫。みんなであなたを助ける手がかりを探してるから。信じてるから。って言って、じーっとしとけって言われて、はい、そうですかと聞いてたら、ゲームは進まないんで、進めていこうと思います。でも、雰囲気がおどろおどろしいな。入りたくもない。って言うんですよ。は?あの黒いの、こんなところにもいる。これじゃじっとしてられないよ。あいつらに見つかっちゃう。とまずいな、これ。後ろ振り向いた時に、こうやな。これ。よっしゃー！お？これは学校か？お？何かある。車のキーを見つけた。もう動かせれない。ちょっといろいろ調べて。何も入ってない。この机と椅子のやつは大丈夫かな？一旦こうやって戻って、こう、おー、なるほど。何やん！期待させといて。でも今の、おー！下にいた！気づかれなくてよかった。だいぶ傷んでるわね。本が無造作に置かれている。ロッカーには掃除用が入っている。で、何も使えないわね。ああ、電気スタンドがプラ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 。錆びてて開かないわ。中には何も入ってない。怖えな、なんかサイレントヒルのなんかねえ、別次元に入ってきたような感じのこの雰囲気というか。電球を使って誘導する？このままだと電球まで届かない。このままだと電球まで届かないから、車のキー。何か使えそうなものが、あ、これは？ゴミくずが入っているだ。電球を使って誘導する。このままだと電球まで手が届かないわ。ん？このままだとって言ってるから、じゃあとりあえずこのエリアは、まだ時期相応なのか。いる。ちょっと、大丈夫ね。よし。ここはまだちょっと早いのかもしれない。別のエリア行ってみましょう。ん？鍵がかかっている。これ車のキーじゃん。来た！鍵を開けた。入るんかいちょっとクラクション鳴らしたらなんか、ちょっと鳴らしてみるか。鳴らしてみますか。プップー！来た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 。なるほど。おお？うわー、いっぱいいるな。こいつらが邪魔やな。ゆっくり調べられへんな。あ、これ見られる。今見つかっちゃったな。何これ？遠いけど。バレた。やばい。車のキーを結局何の意味があったんやのか。で、これだよ。電球を使って誘導するっていうことにもちょっと難しい。いやー！ここだな。じゃあもう。この脚立がすっげえ怪しいんだよな。よし。一人呼んだ。一人、あそこにいるんでしょ？こっち側の、どっか行けないかな？これ行けないもんな。あ、でも、こう行けるところもあるんだよな。入りたくもないっていうしな。わからんちん。お、になんかないのかな。くまなく探せ。なさげ。なさげ、あさげ、昼げ、夕げ。バレた。にゃー。電球を使って誘導する。でもこのままだと電球まで手が届かないよって言うしな。錆びてて開かないわ。何か多分ね、道具使うのかな。座るだけは無理。絶対無理。ちょっと待って、この辺かしら。ないんかい。なかったわい。はあ。はあ。こいつを呼んで、ダメだ。くっそー、帰ってきてしまった。しかもセーブしたところあんなところやったからな。うわぁ。大きな音で誘導する。あれ、そんなヒントで、さっきなかったじゃないの。ということは車のキー使えばいいんだな。よし、そこから進めましょう。待てよ。車のキーでプップーって一回鳴らして、一回鳴らしたよな。一回鳴らして一人来たってことは、あれ？もしかして、あと2回鳴らせるんじゃない？まあ、むしろ何回か鳴らせるような気がする。よし。試してみよう。そういう原理であれば。よし、もしもし。あんな黒いやつはムシムシ。で、よし。ゴー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 。ここゴーゴー。で、ここで、車の鍵使いますね。鍵開けますよね。中入るね。プップーって。もう一回鳴らしてみる？よし。ああ、来た来た来た！もう、家の中にこいつらいたからすげえ邪魔やと思うな。ああ、しゃしゃしゃし。そういうことね。オッケーオッケー。やった！懐中電灯見つけた。金属の靴ばかり。懐中電灯を手に入れましたね。では、その懐中電灯をただどこで使うかな。よし。これバレないかな。よし。バレなかった。これがよくわからんな。やばい、バレた。危なかった。あ、もしかして、電池の切れた、電球まで届かない言ってるから、あれ？メニュー画面が出せない。ほら、そこでは使えないのか。わかった。違うんか。わかった。また別の方法があるんやな。さよしま。ちょっと今日はもういい時間だからこのぐらいにしとこうかな。あ、ちょっと待って。これいけた。なるほど。じゃあ、これ。おう、やったバケツを手に入れた。やったね。しかし、汚いやん。これ家なのかどうかわからんけど。あ、待てよ、バケツを足場の台にして、登る的な。で、電球を、懐中電灯の、ね、あれにする的な。ほら、やっぱり、バケツ置いた。すごい音したな。バケツが置かれてる。替えの電池があればいいのだが。じゃあ、ここから先はまた次回にするか。またちょっと日が明くかもしれないけども。はい、ということですね、まさかの、セーブしようと思ってセーブしようとしたらですね、ゲームが強制終了してしまうというですね、非常に恐ろしい回が起きてしまったわけでございますので、最後のこのアフタートークを後付けでしました。まあ、海将軍問わず、3をね、非常に楽しみに待ってましたという方々、本当にお待たせしましたという中で、楽しめてますでしょうか。じゃあまた次回ですね、またやっていきますので、またちょっとこの回が起きないことを願いながら、次回もよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。またパート4でよろしくお願いします。かまくびでした。お疲れ様でした。